リーステはドイツ連邦共和国にーダーザク先週、オスナブリュック軍北部のダムトゲマインでベルゼンブリュックを構成する町村である。リーステはオスナブリュッカーラント北部の州指定の保養地である。ハーゼ川が町内を南北に流れ、高地とハーゼ川沿いの定地とを分けている。西部ではアルフコの面積の5%ほどがリーステに属している。リーステは北は ゲールでおよびベルゼンブルク、西はアルフハウゼン、南はブラームシェ、東はノイ・エンギルヒエンフェルデンと境を接している。リーステの町はリーステ地区とビーステ地区を含む。1972年7月1日に廃止された町、ビーステの大部分がこの町に合併した。以下の表は、各年の12月31日時点での、町域における人口を示している。数値は、 1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダーザクセン州統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。1961年と1970年の数値は1972年7月1日に合併した地域の人口を含む人口調査の結果である。リーステの町議会は15議席で構成されている。この町の町長は 2011年から、ゼバスティアン・ヒューデ・ポールが務めている。リーステの町の紋章は、赤字に、銀で、ラーガーモンが描かれている。八本の突起がある十字は、西ヨハネ・マルタ騎士団を表している。人々は、西側からこの門を通って、巡礼地に入った。ラーガーモンは1697年に建設された、かつての大きな門の遺構である。 この建物は1864年に理由は不明だが解体された。この町は主に観光やマーケティング目的でロゴの使用も行っている。これは青と緑の波の上に様式化された R の文字が描かれたものである。これは何、世紀も前からこの町を支配する要素である水と町の緑を表現している。 巡礼地とラーゲコマンドリー騎士修道会支部の当選245年から1810年まで、西ヨハネマルタ騎士団はラーゲコマンドリーの重要な支部を置いていた。現在の騎士修道会の建築軍は30年戦争の後に建設されたものである。その後、私的な経済的利用がなされた後、1999年にリーステをその教区下に置く。 ローマイコールカトリックのオスナブリュック司教が、騎士修道会の建物を買い取り、クラウゼン、モーゼルのドミニコ会修道院、マーテル・ドロローサの修道所に、これを一択した。これ以降、ラーゲ・コマンドリーの建物は、ドミニコ会女子修道院、ツーム・ゲクロイツ・エクテン・エア・レーザーとなった。洗礼者聖ヨハネ教会修道院の他に、現在のカトリック教区教会であり、 巡礼教会となっている1426年建造の先霊者西洋羽ネ教会がある。その教会塔は1902年から1904年に建設された。この教会は3つのバロック祭壇や1733年に作られたゴシック様式のボールトなど豊かな調度を有している。この教会の最も重要な調度品は1300年頃に製作され、 14世紀から崇拝されている、等身大のラーゲの聖十字架像である。信者らは、重さ 134kg のこの中世の十字架を、現在も、教会の周りで担ぎ、病人や死者のために祈りを捧げる。十字架にかけられた、キリストの頭には、聖地の小石や記念品といった、様々な聖物がかけられている。これらは包まれ、古いラベルが付けられている。 さらに首都、アンドレアスや、バルトロメウスの聖遺物が保管されているほか、殉教者聖ゲオルク、聖ペトロニラ、聖レギーナ、聖バルバラ、聖ゼバスティアン、聖マルガリタ、カンタベリー大司教トマスベケット、聖コルドユラの聖遺物がある。1987年の修復作業の際に、副社、マリア・オイッティミアの遺品の十字架が封建された。1995年から、 オスナブリュック市教区とその教会区では、毎年十字架教境祭りの祝日、またはその後の日曜日に、市教区の巡礼、描写と共に、描写のためにを行うため人々が集まってくる。オスナブリュック市教、または、補佐市教が、教会広場でミサを取り行う。礼拝の後、市教、司祭、女祭たちはそれぞれねぎらいの祝福を送る。 福音主義ルター派のエマを礼拝堂リーステは昔からブラームシェ教会区に属していた。福音主義ルター派の信者は礼拝に参加するためにブラームシェにある教会までかなり長い道程を往復しなければならなかった。1900年、牧師のベップキングはこのことを不憫に思い、リーステに礼拝堂を建設したいと願った。1912年5月18日に提訴がなされ、 翌1913年4月8日に礼拝堂が完成した。建設したのはハノーファーの教会建築マイスターのルドルフ・エーバーハルト・ヒレブラントであった。礼拝堂はエッフェルンの荒石で作られた壁で囲まれた。内部には有限としている様式の壁画を有している。この礼拝堂の名前の由来は祭壇裏の窓にしつらえられたエマオの場面である。この窓は フランクフルトアムマインのリンネマン工房によって設計と制作がなされた。ドゥッペラウコの水上スキー施設アルフコのレジャー、観光業はこの町と地域にとって重要な経済因子である。町域西部にはレジャーハウス、多くのキャンプ場、スポーツ施設を備えた広大なレジャーパークがある。ボート港やヨットやサーフィンの機会を提供するヨットスクールがあるアルフコ自体は、 もが繁殖しており、ウォータースポーツは禁止されている。そのすぐ隣に位置するドゥッペラ湖は水浴ができ、水上スキーの施設もある。リーステはオスナブリック群の中で最も宿泊客数の多い自治体である。2000年にはベッド数152以上のユースホステルが完成した。ニーダーザクセンパーク内にあるグリムの機製造リーステの最も北フェヒタ群。 ノイ・エン・キルヒエンとの町境のアウトバーン A1 号線沿いに最終的な広さが412ヘクタールとなる産業、工業地区、ニーダーザクセンパークがある。町の中心にあるリーステ駅は町を南西から北東に横断する鉄道デルメンホルスとヘゼーペセンの駅である。ここでは1時間ごとにノルトベストバーンが運行する。 レギオナルバーン RB58 が発着する。リーステイは、アウトバーン A1 号線、ノイエンキルヒエン、フェールデンインターチェンジ及び、連邦道 B68 号線を経由してアクセスする。ありがとうございます。